わしやがな、マフィア梶田です。わしやがな、中村一です。目標を立てるならここに立てたい、わしやがな白上吹雪です。はい、ありがとうございます。ダメだよ。ダメですか。もうこんな汚ねえ会議室に呼ばれたいや、もうもう推しがいれば幸せなんでもいいかなと。推しここ住んでねえから。確かに、確かに。推しここたまに嫌だけど食うだけだから。推し2週に1回ぐらいここ来て帰るから。あ、そうか。2週に1回のペースでもまあいいかな。そのぐらいいいかなと思います。ここに墓を建てましょう。いやいや、こちらでもね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ね、今回のこの動画はもうわしゃがな TV 側の企画なんで、はい、TV 側に、そうそうです、ね、このチャンネルに動画載ると思うともうやばいですね、はい、乗せちゃうぜ。ちょっとじゃあ NG なこと言わないようにしなきゃ。お蔵入りにしないように。特にないんで。あ、ないですか、ええ、あ、確かに。目指すは再生数2億じゃん。2億。2億、2億再生じゃん。2億再生、うん、このバラエティ系ので2億ってないよ。なかなかない。歌とかじゃないとないよね。そう、なかなかないですね。歌いながらやる、ね、いや、そういう問題じゃない。え、じゃあオリジナル楽曲出さないんですか。オリジナル楽曲。オリジナル楽曲、わしゃがなオリ曲、ね、うちにあるオリジナル楽曲は梶田小学校校歌ぐらいだから。うん、梶田さんの小学校って あまり歌に対して前向きじゃない、うん、確かに。そうなんですか。オリ曲ね、イベントとかもやってらっしゃいますし、なんか曲なオリ曲作ったイベントで歌わなきゃいけないしな。いいね、ダメなんですか。作ってくれる俺らの曲。作りますか。俺らの曲作ってくれる。そういう企画でしたっけ。オリ曲を作ろう。違うんだな、今回はな、こちらにあるアナログゲームをプレイしていきたいと思います、はい、うん、動画アップしてみた。クサクサクサ。確かに。うん、さあ、これなんですけれども、うん、タイトルからして我々にぴったりなゲームに思えるんですが、ふぐ、うんうん、ちゃん、これどんなゲームなのかな。こちらはですね、札がありまして、うん、それいろいろですね、なんかやってみたとか、うん、はい、まあ、よくあるそう動画タイトルタイトルですね、うんうん、それをですね、組み合わせて誰が一番バズりそうな動画タイトルを作るかという、はい、ゲームとなっております。これは力関係が決まるな。お、YouTuber としてのな。確かに。え、でもセンスがね。そうですね。問われる、問われる。配られたカードの中でなので、お、そうなんです。人生と一緒やね。うん、その中でいかに、いや、俺は人生を配られたカード以外で生きていくね。いや、もうすでに対立行動が発生してるぞ。俺は縛られない。神なんかに縛られない ね。どっちが正しいか。そうですね、これで、ね、やっていきますか。はい、やっていきましょう。じゃあね、流れなんだけれども、うん、今回ね、本当はこれプレイヤーの中で視聴者っていうのを決めるらしいんだけれども、はい、俺ら3人しかいねえから、うんうん、今回はちょっとハウスルールで画面外にいる俺っち、うちのスタッフの俺っちに視聴者を任せたいと思います。はい、頑張ります。お願いします。お願いします。じゃあます。じゃあね、それぞれね、まあ同時に作っていって順番に発表していくんだよね、これ。はい。そう。うん、まずこのあれね、山札から6枚と、うん、6枚。はい。まずは6枚。6枚引いていきましょう。で、この手札を使うんだよね。はい、手札から6枚全部使ってもいいですし、うん、まあ、2、3枚とかでも全然いいので、うん、つながるように、はい、バズりそうな、バズりそうなタイトルをね。はい、なんか一応制限時間10秒らしいんだけれども、10秒、そんなんさ、制限時間10秒なんてさ、あ、10秒しかない、俺の時間には縛らないね。うるせえこのおっさん。突然叫ぶやん。俺は縛られずに生きてきたね。居酒屋かここは。何杯行ってるこれ、何杯飲んでる。あ、まあ、その10秒は言い訳になっちゃうから、10秒だからつまんないのしか作れませんでしたはダサいじゃん、はい、だからちゃんと作って、もうバカウケのをね、みんな出してくる。バカウケの、わかりました。さあ、はい、どういう順番でいきますか。ね、うん、まあシンプルに俺からこう流れていきますか。いきますか。じゃあいきますよ。はい、大流行マジ切れだけで注文してみた。クサクサクサ。なるほど。なるほど。大流行なんだ。大流行ですね。めちゃめちゃ流行ってるんですね。これはね、でも梶田君ダメよ。なんで？迷惑系 YouTuber。ああ、確かに。そう、そう思うでしょ。うん。思うっていうか、そう思うでしょ。そうだろうよ。そう思うでしょ。その通りです。やっぱ世に迷惑かけちゃダメよ。でも想像してみてください、はい、マジ切れだけで何かを注文するって難しいっすよ。確かに切れそう。さっきの俺みたいな感じだろ。まあ居酒屋でマジ切れだよ。うっさー、このスタイルうっさー。じゃあちょっと注文してみて。ハイボール注文してみて。ハイボールくれよ。
めっちゃ切れてるわ。めちゃめちゃ切れてる。何時間ハイボール出てこなかったのか。1分ぐらい。迷惑だよ。入った瞬間が、それぞれ1名様で、ね、そこから切り始めた、ね。これ、ね、内容が気になる動画だよね。気になりますよ、まあ、つい再生したくなるよね。うん、なんか何か起きてんだろうなみたいな、ね。なんかやばい動画だなこれって思う。はい、さあ、そして。じゃあ、白上さん行きますか。では。こちらです。はい、放送事故ハゲワジゴキブリ説。おい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 、ふむちゃん、ふむちゃん、ふむちゃん、おい、ちょっと、カメラ止めろ、カメラ止めろ、カメラ止めろ。ちょっとあれかもしれないですけど、そうですね、俺確認したいことは2点あるんですよ、うん、これ白上さんのまず平常運転なのかどうかってことと、もう1点はわしゃがなだったらいいかってやってるってことだ。あと俺なら気づかないと思ってる。どういうことね、ゴキブリって言われてますけど、どういうこと、俺急にコラボ相手にゴキブリ呼ばれされてますけど、どういうこと。別にアジタさんだと思ってやってるわけではないですね。君は意外とだね、意外とだね君。手札にあったのが本当にもうこれだけだったので、説明してくれるか、まず説明聞かせてくれ。でも確かにね、6枚のうち4つこれだったんですよ。これだったんですよ。なかなか難しいね。逆でもいいだろう、だ放送事故ゴキブリハゲオエジステでもいいだろ。全然一緒だぞ。まあこれ多分本当にあったんでしょうね。なんか何話か何かライブ中にあって切り抜き動画じゃないかなと思うんですけども、まあ多分そのハゲた方がなんかね、ふとした瞬間にゴミ漁ってたとか、なんかそういう感じかもしれないですね。君ね、わしゃがなじゃなかったら炎上してるぞ。なんでうちだと炎上してるんだよ。この動画だとそうなのかなって感じなんでね、はい、まあ、そこが切り抜かれて、ゲームですからね。そうです、ゲームです、まあ、ここは俺の頭に免じて許してくれ。全スキンヘッド代表たるこの俺の、さあ僕いきますよ。はい、はい、こちら来たー、笑ってはいけないスライム鬼ごっこ。内容が分からない。内容がどんな感じなんですかこれは。でも、文字は全部ピンクで書きます。なんかエッチだ。なんか惹かれる。それスライム鬼ごっこってどういうことだろう。どういう鬼ごっこなの。ちょっとサムネとかもちょっとピンクになってそうですね。なんか肌色にモザイクかけたやつ。ピンクのちょっと丸い感じの文字ね。あ、そう、ね、丸文字で笑ってはいけないスライム鬼ごっこか。あ、ありますね。気になるでしょ。別の企業さんですけど、ローション相撲はやってましたね。ローション相撲、ローション相撲やってました、ね、やってましたね。この企画さ、ほどやってくんねえか。これっすか。笑ってはいけないスライム鬼ごっこできるかな。スライム鬼ごっこ笑ってはいけないってとこがちょっと難しいですね、うん、絶対笑わない、ね、みんな真顔ですよね、うん、はい、こちらです。じゃあこれは判定むずいんじゃないか、はい、俺っち、ね、俺っちだ。これむずいっすね、はい、これただこん中で言うんだったらやっぱ一番炎上しなさそうなの俺じゃねえか。炎上目的だろそれ。マジ切れだけで注文してみたいな、うん、これめちゃくちゃむずいんですが、うん、白上さんなんでこんな攻撃的なやつ。お前この動画絶対炎上すんだよ。これそうだね、隠れてカズくんのよりタイトル怖いからね。うん、確かにこれやめてください。これ出してサムネイルカズさんやめてくださいよ。良くないですからね。切り抜くなよ。切り抜くなよ。切り抜いて合成しないでください。気をつけてくださいね、皆さんね。はい、手強いね。手強い、うん、手強い、フブちゃん手強いこれ。まさかここまで攻撃性のあるキツネと思わなかったね。思わなかった。いや、ちょっと手札がそうだったんでね。手札がね、はい、手札がそうだったので、もうしょうがない、手札のせいだから。そう、手札のせいなので、見てる方、はい、皆さん手札のせいですよこれは。うん、キツネかと思ったらジャッカルだった。ジャッカルじゃない。こいつジャッカルじゃねえかよ。やばいって。噛みついていきたいと思います。どんどん、はい、これから行く、カシャ君から行く。今回逆パターンいってみましょう。はい、じゃあ僕からいきますか、うん、はい、僕の動画こちらですね。寝起きクマフリーハグ。危ないってマジで。これは絶対ダメだって。100% 真似しちゃダメなやつや。あの冬眠から出てきたクマをね。ダメダメダメ。お腹ペコペコ。そう、探しに行ってフリーハグするっていうと。ダメだって。一番やっちゃダメですよ。でもアップされてたら一安心じゃん。いや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 。アップされてたらとりあえず帰ってきたんだっていう。それ投稿者本人じゃない可能性あるじゃん。その最初にね、うん。投稿者の友人です。残されたフィルムだろそれ。友人のフィルムを完成させたんで。恐ろしいですね。はい、ここがこちらで、はい、これ強いな。
じゃあでもちょっと炎上要素はマイナスだから、俺マイナス要素で言って炎上はマイナスだね。バズりそうなものですよね、うん、そうかと、はい、よくないバズり方してもらうだろう、それはね、YouTuber としてな、一番注意が引けたらよかったんだけど、そうですね、はい、じゃあ続きまして白神さん、白神もちょっとこれよくないんですけど、ニュースとして見ていただきたいです、うん、こちらです、はい、100人でリアル大暴れ山手線事件公式、おいおいおいどこの公式だよ山手線か JR か、じゃあ公式かもしれないですね、でもなんかちょっと、あるわけねえだろ JR のこれどこの公式なの、あと中身が分かるようで全然分かんない、100人でリアル大暴れ、ちょっと気になって見てみたくなるかなというところですね、何があったんだろう、これ全部使いました手札全部使われるの、そうなんです全部で、全部組み合わせてできたんだ、はい、山手線事件って何があったのか、山手線事件ってなんかヤバそうだよ、相当な大事件ですよ、結構歴史に残る系のやつでしょ、そうです、路線の名前作って相当ヤバいですよそうよですね、しかも100人で暴れてるって日本でもあんま例を見ない暴動事件起きてるのこれ日本、そうね、これ系のクーデター系あんまないからね、そうですね、クーデターって、まあ、いや100人はもうクーデターだよ、クーデターは山手線で、その中の一人が撮影していた貴重な映像なのかもしれないですね、これも社会派ですね、ちょっと怖いですね、まあこの中だと、はい、やっぱ俺が一番リアルかな、お、はい、はい、初投稿、元気いっぱい係長の真相が明らかに元気じゃないんだ、だから元気じゃないんだろ、これ違うんですよ、これ違うんですよ、マジでこれ社会派の動画で、うん、なんか係長ちょっと普段よりもハイだなって、あ、部下を思って、うん、なんか係長真相に迫ってみたと、なるほど、係長それはまずいです視聴者側は係長誰って感じですけどね、係長単純にそれはオンの状態なだけじゃないか、元気いっぱいなのはお前オンの状態なだけじゃないか、係長はっていうことですね、うん、使いねえよお前応答の使い、あじゃあどうだ、これ貸そう、これ貸そうか、あ、どれ、メントスやんななんでメントス、いや、インゴないから、そんな世界ないメントスと言ってる錠剤を、うん、違う、あ、メントス係長うん、はい、ということで、オレッチさん、さあ、どれですか、マジで難しいけど、おすすめに流れてきたらどれ見たいですか、絶対これだって、いや、そうだなこれね、ネオケクマフリーハグなんか見れねえぞこれでも、梶田さんでーす、梶田かー、クマは多分死んでんのよ、そう、死んでる怖い、すぐ動画消える、ちょっと怖い、ちょっと確かに血を見るのはね、まあ確かにこの前者2つは血が出そうだもん、うん、そうですね、ちょっと怖いですね、梶田君のはないもんね、スキャンダル系だもん、そうでもこれね、再生数が一気に1000増えるのよ、得点追加されると、面白いな、このシステム、なるほどね、うん、それで競うのね、1000再生か、係長マジか言うだ、ほら次だ、次、はい、次、白神さんは割と攻撃的なワードをたまたま手札が引いてるの、ね、そうですね、手札がそうですからね、だいぶストレス溜まっとる、ちょっと待って、そんなことない、そんなことないですよ、ハゲ親父ってないのそういうちょっと攻撃的なワード俺のとこないもん、配信で言ったことないだろう、君ハゲ親父って、言ってたらめちゃくちゃだよハゲ親父はないですね、じゃあ梶田君から行くかい、はい、俺はですね、これもまたちょっと大事件ですね、うん、ノーカット警察爆発させてみた人生最高額これは警察署なんですか、それとも人、まあ、まあ人が警察がすって後ろ向いた瞬間ダイナマイトですか腰に入れるんですか、警察ってこれ全ての警察くぐってるから、日本のつまり、はい、治安維持機構全てを指してますね、あ、日本警察全てを爆発させたという大事件で、人生最高額の賠償金ですなんか亮さんみたいなね、こっち亀のね、亮さんは今までいくら払ってんでしょうね、亮さん賞、ね、何回破壊したって確かね書いてあったもんね、あ、そういいですね、これはね絶対再生するでしょ、間違いないって、これノーカットだぜ、だってじゃあ白川さん行きますか、行きますか、ちょっとこれもうよくわかんないです、手札が本当にひどかったんです、はい、はい、こちらです、こちら、除霊師 120% の力で無限にまじまじ何をしてるかわかんないんです、わかんねえな、そうなんかそうね、わかんねえな、これやってることがわかるようでわからない、そう、うん、多分除霊師が多分その力で何かやってるんでしょうね、しかわからないです、まあでもタイトルで引かれて再生するかなという、除霊師多分まじまんじとか言わないと思うかなりこいつも除霊の能力奪われてると思う
ひな祭りの先生が今書いてる漫画がこんな感じ。本当、うん、そうなんだ。女子高生条例誌の話でこんな感じ。マジマジなんだ、うん、マジマジなんですか、うん、まあ条例誌なの詐欺師なんですけど。詐欺師じゃない詐欺師じゃないか。はい、こちらです。はい、では次中村ですね、うん、これは YouTube でよくある感じの、うん、はい、感動オフ会の皆様。どういうこと、どういうこと、どういうこと、何が起きたのこれ。ちょっと気になりますね。オフ会で何かあったんでしょ、ね、オフ会で何があったんでしょ、感動エピがあったんでしょ。だからこれ撮るか悩んだのよ、うん、これ撮るとなんか悲しい話っぽくか、あ確かに悲しい話っぽくなっちゃうからさ。オフ会の皆様へ、ね、オフ会の皆様へはちょっと報告になっちゃうよ、ね、そうですね、報告になっちゃうからさ。感動ってつくとなんかいい報告なのかなみたいな、うんうん、オフ会で起きる感動ってどうなんだ。あどうですかね。過去に命を助けられた人がギルマスだったとか、なんかあるんでしょうね。うん、何でもこれ今は気づきました。多分クリックしません僕は。俺もしない。人のところのオフ会すげえどうでもいいなって今思いました。そもそも誰が集まってるのかも知らない。うん、知ってる人の動画だったら思うかもしれないけど、うん、よく考えたら知らない人の動画だと見ないかなと思いました。見ないかな。うん、ツイッターに書いとけばいいと思う。うん、この感動エピソードは。うん、そうですね、うん。はい、残念です。さあ誰だ。あいつ誰だ。これむずいなー、はい、うん、中村さんが挙げている、うん、感動、うん、北海の皆様、うん、だったら見たい。あー確かに。なわけねえだろ。もう見たい。ちょっと見たいでしょ。俺だから俺が挙げて、だから挙げ主がはっきりしてれば、うんうんうん、そうです。他にもあわこうしたら来るんだろうな。まずあの中村さんが自分の動画に感動ってあれあのカッコつけてたらすごく嫌。なんかすごく嫌。そういう仲間さんじゃないと思う俺は。会社の違いです。ふぶちゃんはどう思う。いやそうですね、カッコつけなさそうですもんね。絶対つけねえよ。つけないですね。いつも動画のタイトル適当だもんあの人。適当じゃないじゃん。あることしか書かないんだから。いやー、うん、となると今回は梶田さんかな。いやーまあノーカットですもんね。これはノーカットだからな。一気に何再生だこれ。100,000万。え100万、100万再生。100万再生やば。やっぱノーカット警察爆発させてみたら100万再生もされるわな。そうね。そうですね。じゃあもう時間的にラストか。ラストか。ラストぐらいか。はい、うん、俺まだ1再生なんだけど。熊の時の相手が悪かったですね。熊は正直俺もヤバいと思ったよね。熊はヤバい。熊のフリーハグは相当ヤバい。あれはあれが別の旅で釣られてましたね、うん、そうだよね。はい、じゃあ僕からいきますか。はい、はい、シンプル。そうだね、80再生くらいされてる。であの、うん、手札本当悪くてですね、一応もう1パターン見てもらっていいですか。はいはい、僕ちょっとずるなんですけど、うんうん、まあまあまあちょっとね、一旦これと悩んだんですけど、僕は慈悲を見せましょう、慈悲を。私も聞いてくれ20。なんで逆でもよかったでしょう。なんでわざわざ後ろに24時間持っていたんですか。盗聴だよ。あ、まあ、その方が興味引けると思う。興味引けると。なるほど、うん、もうね、ちょっと本当手札弱いんですよ今回。俺の話を聞いてくれ。24時間くさくさくさ。じゃあもうダメだ。見たくねー。ダメだもうこれ。はい、じゃあ続いて、うん、白神さんいきますか。はい、ちょっと怖いやつですね。はい、お願いします。日本初上陸内臓ガチャ全部。おいおいおい、怖えーって。怖い。いやもうバンだぜ。どうしたフブちゃん。サムネ全部モザイクですよね。しかも日本初上陸なんで海外ではバズってた可能性が。これ世も末だよ。海外でバズってた内臓ガチャが。内臓ガチャやばいよね。最近いろいろなガチャがある中で、でも内臓ガチャ。いろいろなガチャがある中で内臓ガチャ。誰の内臓ガチャは多分あの人間を売買してる組織が関わっとるよ。あかんよこれ。ホルモンか。牛の可能性もある。その可能性もある。内臓ガチャでも、いやそれはそれで衛生法がやばいだろ。だから結局こういうので釣って見たらただ焼肉行ってるだけっていう釣り動画が。釣り動画だ。そうですね、それがホロのやり方か。違いますよ。サムネタイトル釣り。恐ろしいことしてくるな。違いますよ。でももしかするとこの動画はそうかもしれない、ね、これは見てしまうかもな。じゃあ俺最後行くね、はい、これの動画はねもう内容気になってしょうがないと思う。縛りスマホ焼いてみた犬がヤバすぎる。縛りスマホを焼いてみた犬がヤバすぎる。全然わかんないよ。繰り返されてるの。2回言われたところで、まあ、チャーシューみたいなもんやろね縛りスマホって、うん、それを犬が焼いてたんだけれどもその動画がヤバすぎる、うん、やばいね、うん。
サイケデリックだね。芝居スマホ焼いてみたいな。さあ、俺っち、今回は難しいぞ。はい、これはね、あれってことは俺とフブちゃんで同点ってことになるのこれ。同点ですね。気をつけないよこういうやつ。え、いくつ？1億再生、うん、これ、ゼロが16再生。16再生、イエーイ。内臓ガチャ16再生。内臓ガチャ16再生、怖いですね。やっぱ世界的事件だよそれ。本当です、うん、興味持ってるのが10億人いるのが怖い。怖えなこの世界、怖え。この世界怖い。はい、はあ、いや、はい、楽しんだ楽しんだ。このゲーム面白いな。いや面白いですね、このゲーム。おまけでもうちょっとやりましょう、これ。そうですね、ね、やりましょう。はい、ということで、はい、うーちゃん、わしゃがな側の収録はどうだった？いや、やっぱ楽しいですね、うん、本当に動画で見たままの雰囲気が最高でした。ありがとうございます。ありがとうございます。生村雄一は印象通りだった？あ、いやもう本当に生村雄一そうですね、中村雄一さんも本当にもう、うん、あや、もう印象通り、ありがとうございます、ね、本当に。これは動画再生数だ1ですけども、 1ですけどもでも中村さんのチャンネルの方であのわらわらわらだけで配信やってたらちょっと見たいですね、うんうん、まあ確かに見るな。そうですね、それはわらわらわらだけだったらなんどうしたんだろう、どうしたんだろうどうしたんだろうと思うよね、うん、そう、うん、ではね、最後に告知などあればお願いしたいんですが、何かあるかな。わしゃがな皆さん、うん、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。本当にね、押しておりますので、はいはい、こちらからも言います、うん、はい、ふぶきさんの、うん、フォローしてる方、うん、登録してる方、うちもちゃんと登録してください。そっちか自分のところに引き寄せることしか言わないわしゃがな TV を登録してください。そうするとあの200何万人が増えると聞いたので、うんうん、ぜひよろしくお願いします、まあ、今更うちの数字はいらねえもんな。いやいや、そんなことないです。微増かもしれないですよ、こっちには爆増なんで。ぜひぜひ両チャンネルね、はい、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。高評価とメンバーシップもよろしくね。はい。